やっと来たわね。あんたを待ってたのよ。まったくもう、伝えたいことがあってもあんたと接触できるのは夢の中だけだから、あんたが寝るまで待たなきゃいけないのは不便だわ。と、それはともかく、あんたも王宮と本格的に敵対して大変な時期なんだろうけど、だからあんまり悩みを増やしたくないんだけど、残念ながら新たな問題が発生よ。ねえ、かわいいかわいいコッコロタンが今日ひどい目にあったでしょ。クソったれの魔物に頭部を強打されて意識不明になったのよね。あの子、怪我はちゃんと治療されてるのにどうして目覚めないのか不思議じゃない？私も変に思ってさ、あちこち調べてみたのよね。意識がない、つまり眠って夢を見ている状態なら、私が把握できる夢の領域の中であの子の意識が迷子になってる可能性もあったから。それでね、いくつかの夢をよーく捜索してあの子を見つけたの。あの子というか、あの子の魂っていうか意識。あの子の自我は今はどこにいると思う？現実にいるのよ。それはつまり本当の現実、セブンクラウンズである千里マナが歪めたあんたが生きてる方の現実じゃないわよ。あんたにとっては夢にあたる本当の現実よ。そこになぜかコッコロタンは迷い込んでるみたいなの。夢を見ているわけでもない、コッコロタンはコッコロタンのままなぜか現実をさまよってるの。まるで一人だけこのゲームの世界から解放されたみたいに。理屈が全くわからないし、私もこんなのは初めてだから驚いてるんだけどね。先日コッコロタンが私の神殿に礼拝に来た時に相談してきたあのことが何か関係あるのかしらね。よくわからないけど、あの子の現在の動向はここから確認できるわ。私は現実の方にもいくつかチャンネルを持ってるからって言ってもわからないだろうけど、コッコロタンが今いる本当の現実の景色を垣間見ることができるのよ。あんたにもそれを見せてあげる。ほら、手握って。一時的に本当の現実に接続するわ。ここは椿ヶ丘三丁目の市民公園よ。交番まで案内してあげるけど。あ、いえ、お構いなく。ふむ、椿ヶ丘。早く行こう。聞き覚えがあるような。おーい、そこの可愛い子ちゃん。クレープ食べていかない？ん？え、あれ、あなたはラビリスタ様？ラビリスタ様ですよね。秘密結社ラビリンスの主会だという。私、ラビリンスのアジトであなたの寝顔を拝見しました。あの時とは服装などがやや異なるようですけど。あ、まあ聞きたいことはいろいろあるだろうけど、っていうか私もあんたに聞きたいことが山盛りなんだけどね。それより今はとりあえずクレープ食べない？全然売れなくってさ、大量に用意した材料を余らせて腐らせちゃいそうだから。はあ、ちょうどお腹が空いていたのでありがたいですけど、あれ、これは夢でしょうに。
なぜお腹が空くのでしょう。そういう夢もあるのでしょうか。夢じゃないよ、これは現実だから普通にお腹も空く。ああそうそう、現実だから私のことはラビリスタじゃなくてモサクジアキラって呼んでね。それが現実での私の名前だからさ。はあ、モサクジ様、変わったお名前ですね。まああっちの世界じゃ珍しい名前だろうね。道を模索するって迷宮っぽいでしょ。だから私はクイーンラビリンスなんて呼ばれてたわけだね。あんたは確か夏目心が本名だっけ。あんたのお父さんには私ずーっと前からお世話になってるんだ。いわゆる一つの恩師ってやつ。だからあんたのことも助けてあげるね。あんたのお父さんにお世話になった恩返しだよ、心ちゃん。